スタンガン。アクソンテイザン X26 スタンガンは、防寒などの相手に電気ショックを与え、身を守るための防犯グッズである。電撃銃ということもある。スタンとは、英語で気絶させる、呆然とさせるなどの意味で、これに銃を意味するガムをつけて、スタンガンと呼ばれる。講義では、非殺傷性個人蛍光兵器の総称として、ゴム弾などを発射する、銃火器などを、 スタンガンと呼ぶ場合もある。内部の電源回路で高電圧を発生させ、電極部を相手に接触させることにより、筋肉を強制的に収縮させ、しばらくの間、行動不能にする。スタンガンは大別すると、携帯型のハンディタイプと警備用の大型警棒タイプ、ワイヤーバリを射出するタイプに分けられる。ただし、日本国内では、ワイヤーバリタイプは、 重等法により規制されているため、市販されていない。日本国内では、ワイヤー等を射出しない、ご信用、スタンガンの購入、所持、携帯及び実際の使用についての特別な許可や、届け出等は、必要ない。しかし、航空機などの公共交通機関への持ち込みは、禁止されている場合があるため注意が必要である。また、 自治体によっては迷惑防止条例で公共の場所で公衆に不安を覚えさせるような方法でスタンガンを携帯する行為に刑事罰を規定していたり青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガン販売を規制していることがある。電圧は5万から100万ボルトである。電圧は高いが電流は数ミリアンペアと非常に低く抑えられているため殺傷能力はないとされる。 高電圧のモデルや超小型のより低電圧のモデルが存在する。30万ボルト以上のものになると厚手の服の上からでも効果があり、50万ボルト以上になると革製のジャンパーや厚手の毛皮コートの上からでも効果があるとされる。9ボルトのアルカリ電池を使用しているものが多い。伸縮式の警棒の中に仕込まれているものや、携帯電話に偽装したモデルも存在する。 警棒型は主に店舗などの防犯用として配備される。また催涙スプレーと組み合わせたモデルも存在する。押し当てられれば筋肉は強制的に収縮させられ、本人の意思に関係なく体の自由が効かなくなる。そのため、麻薬中毒者など痛みによってひるまないような相手にも有効である。フィクションなどでは、スタンガンで人を簡単に気絶させる描写があるが、 現実では市販のスタンガンで気絶することはほとんどなく身動きを止めるのみに止まる。ただし痛みを原因としたショックや心臓発作などの要因により気絶する可能性はある。また何らかの疾患を持つ者に行使した場合や首や頭部、皮膚の敏感なところに過度に使用した場合には死亡したり、後遺症ややけどの跡が残る場合がある。 ハンディタイプハンディタイプのスタンガンは概ねテレビのリモコンサイズだが、中には携帯電話や口紅など小型の日用品に偽装したものがある。これらは暗記とみなされるため航空機内に持ち込むことができない。警棒タイプ警棒タイプの歴史は古く20世紀初頭より電撃によって家畜を誘導する際にキャートルプロットと呼ばれる棒状のスタンガンが用いられていた。 現在では、懐中電灯に内蔵されたものもや、仕込み杖のような大型のものも存在する。縦タイプ本来は動物を制圧するものとして開発されたが、ボート鎮圧用にも用いられる。縦の表面に電極があるため攻撃を防ぎながら制圧が可能である。ワイヤーバリタイプのものは、1970年代末から1980年代初頭に開発された。 1990年代より、米国で裁判所に採用され、判決に起こった裁判当事者が、裁判所関係者に危害を加える危険があった時に、使用されるようになった。相手に近づけない場合に、銃のように間合いを取って使用できる。人体に突き刺すための針、本体と繋ぐためのワイヤー、発射用のガスなどをまとめた射出カートリッジを一発のみ、装填する単発型と、 複数のカートリッジを装填可能な連発型が存在する。単発型は一度発射したらワイヤーバリのカートリッジを交換する必要があるため連続して使用できないが、拳銃と同程度のサイズのため広く普及している。それぞれワイヤーの長さが違う複数のカートリッジが用意されており、使用環境に合わせて変更が可能である。右腰に拳銃、左腰に テーザーを装備したイギリスウェストミッドランズ警察の捜査官テーザー社の製品が著名であるためアメリカではテーザー10あるいは単にテーザーと俗称されることも多い。同社の製品は開発初期のモデルなどに例外はあるものの現在普及しているモデルは発射時にカートリッジ固有の ID 番号を印刷した紙製のチップを巻き散らすことで 犯罪に使用された場合に追跡を容易にする工夫がなされている。さらに近年のモデルでは本体に発射した日時などを記録するメカニズムも搭載されるなど、その機能は強化されている。またテーザー社のオンラインショップで購入する場合は、犯罪歴を警察に紹介するとしている。テーザー社では日付の記録、管理機能を備えた法執行機関向けのモデルも販売しており、 拳銃型以外にも、ボート対策用として表面に、多数のワイヤー張り発射機構を備えた、バリケード型のスタンガンも存在する。日本においては、このタイプのスタンガンは市販されていない。このタイプのスタンガンは、針を発射するために液化炭酸ガスや圧縮した窒素などの高圧ガス、あるいは少量の火薬を使用しており、重刀法により、実銃として扱われるためである。 普及とアメリカ軍では飛行場の警備員や憲兵など相手を取り押さえる必要がある職種向けに導入している。海兵隊では使用法だけでなく当たった際の威力を体験する訓練も行われている。警察の装備としてはアメリカ、カナダ、イギリスなどで普及している。しかし拳銃と比較して効果であるため、すでに普及している拳銃を置き換えるまでには至っていない。 テーザー社では扱いに慣れるためのトレーニング用、シミュレータ、裁判で適正仕様であることを証明するため、グリップエンドや制服の胸ポケットに取り付ける小型カメラ、ピカティニーレールに対応させる、マウントキット、タブレット端末やクラウドに対応した管理ソフトを用意するなど、大口需要が見込まれる、法執行機関向けのオプションを強化している。テーザー社では、 発射体に電源部を内蔵してワイヤーを不要とし通常の重機のように使用できるモデルテイザー・ザレップも開発している。これは武装したボート対策にアメリカの警察で広く使用されている三段銃の12番系実砲と同一形状のもので射程距離は約30メートルである。発射体には針の出た電極と設置極となる剥き出しの導線部があり、 先端部の針が刺さると本体と先端の針が分離、ぶら下がった本体から伸びる導線を設置局として電流が流れる仕組みである。発射体に組み込まれた電源は小さく、電力も限られるが、既存の重機を流用することや、発射すると展開する羽根で回転しながら高い直進性を示すため、離れた位置から正確に対象物に当てやすく、命中すれば約20秒にわたって、 対象の行動を阻むとしている。弾薬としての特性が実弾とはかなり異なるため、自動式散弾銃での使用は推奨されておらず、ポンプアクション方式など手動で装填するメカニズムを、持つ銃での使用が進められている。テーザー車は、発射体とともに、ポンプアクション式散弾銃として広く普及している、モズバーグ M500 の樹脂部品を明るい黄色に置き換え、 通常のショットガンと容易に区別できるようにしたカスタム品を法執後期間向けに販売している。スタンガンを使用した強盗や傷害事件が発生している。スタンガンを不正に使用した場合、刑法の傷害罪の構成要件に該当するとして処罰される恐れがある。また、スタンガンが相手に奪い取られると、より危険な事態を招く可能性がある。日本の警察は、 ご神具として、防犯ブザーの傾向を推奨している。2004年3月には、これを自分の長女である乳幼児に押し当てて、児童虐待を行っていた東京都渋谷区在住の男性が乳幼児に使用すれば、心停止の危険もあったとして、殺人未遂で逮捕された。2008年6月には、愛知県犬山市でこれを離婚調停中の妻に押し当て気絶させた上で、 基礎側に突き落とし殺害した疑いで、中部電力関連企業の社員の男性が、殺人容疑で逮捕された。2007年10月14日、カナダのバンクーバー国際空港で、カナダ在住の母と同居するために、カナダに入国した40歳のポーランド人男性、ロバート・ジーカンスキーが、様々な手違いから10時間も窓口で待たされた、挙句に暴れ出した。 これに対し複数の RCMP の警官がテーザー10を5度にわたり発射した。初めに撃たれた際、ジーカンスキーは悲鳴を上げ地面に倒れたが、その後も RCMP はテーザーを撃ち続け、ジーカンスキーは数分後に心肺停止に陥り死亡した。この事件の一部始終が撮影されていたことから、ポーランド大使も、 この件について抗議するなど国際問題となった。ありがとうございます。